じゃあ、行きましょう。今から参加すれば。赤い、行きます。OK です。はい。こうかな？どうします？コミッション。任せてくださいよ。はい。シャドウ美人爪でお化粧いけない？2個とかでいいから、2個とか。うまそう、うまそうよ、これは。お化粧いけない？スナックが引っかかりそうなんだよな。いや、これね、メイクアップだね。美人美人が。マジンコラーショーだから、そういうこと。かまいたいとかそういうのあるかもしれない。うまいこと言わんでいい。これも美人はまず。これは美人。美人はタイも、タイもイメージある。タイ、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 タイ。え、これスナックもある。タイはねえ。粉、粉。爪とシャドウから入るやつ。タイはねえだろ。スナックも確かに。いや、でも美人はまず確定だよね。美人行きましょう。言ってください。スナック美人じゃないパターンもこうちょっとね。はい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 。いやいやまあまあまあいい意味でね。いい意味でね。はいはいはい。アップでしょ。これクリーニングで。シャドウシャドウじゃない。ああ確かに。あシャドウ。ナイスじゃなかった。完璧完璧。行くかな。完璧完璧。いや俺結構ミス高い。ホームの方がそれだったらあるよ。シャドウよりもクレンジングとかあるじゃん。だし最近の俺のメイクアップ見てたでしょ、爪だったよ俺爪。メイクで言うとね、え爪か爪シャドウあたり。ピーちゃん天才。待って完璧すぎる。爪か、爪よりシャドウか。じゃあそれより爪かな。優先度で言って爪っすか。爪シャドウ。爪じゃん。爪かな。愛してるシャドウ響きだけです。さんもうポンピーさん言っちゃってください。テンション上がってきた。いや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 、シャドウは違うんだから。シャドウと爪ぐらい頼むよ。爪いきましょう。爪、じゃあ爪いきます。天才アラーベロ。おーおーおー、ナイスヒント、ナイスヒント。爪ゾンビも入ってない？ワンちゃん。そうそうそう、ちょっと入ってんのよ。確かに爪にゾンビも入ってたからね。うん、もうシャドウじゃない。じゃあシャドウか粉。まあシャドウっすか。シャドウいきますか。じゃあ、いや待ってすごい。シャドウかフォーム。シャドウいきましょう。シャドウやったー。アップ。天才。オッケー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 。粉もいく、粉もいく、粉もいく。確かに爪。ジャムおじ。なんだったらね。マイクラ絡んでくる可能性もある。おじさん、おじさん、ジャムおじにフォーカスするのもありだな。これどうしよう。おじさんの方がまだめくれるか。スナックは消せるな。おじさんだったら艶も消せる。飲めるはいいか。これおじさん強いんじゃない？結構。おじでいこう。おじでいこう。艶は結構職人って感じするけどね。いけ。おじさん、おじさん、これは攻めてる、攻めたな、めっちゃ攻めてる。はいはい。まずジャムはもう確定でしょ。ジャム確定でしょ。ジャムいっちゃってください。ああそうだね。タイもおじさん好きよ。まあタイもありそう。タイもね。いやちょっとよく出したか。おじさん、ジャムにおかしいとか。そうだね。イメージで。佐々木さんのことおじさんって呼んでる可能性は。タイはおじさんじゃね。いや親戚の方。はいはいはい、ありえますね。ファンのおじさん。スナック対確かにな。スナック対ファンのおじさん。ファン、ファンか。ファンなんだよ、ファンなんだよ。ファン、まあ、おじさんツヤは、おじさんにツヤは？おじさんツヤは？ツヤはないな、ツヤはない。ありえるな。スナックにやっぱおじさん行くもんね。やっぱスナックの方がスナックの方がいい。はやらかしたまじこれ。お前はもう好きだっけ、おじさん。お前は好きだっけ。そんなことない、俺もスナック行ったことある。おじさんじゃないよ、俺。うまない。昔、自転車のサドルだけ盗むおじさんみたいな。ダメダメ。それおじさんだったんじゃない？平気だから、もうそれ。多分おじさんです。やめてくれ。スナック行っちゃっていいんじゃないですか。やめてくれ。行っちゃいますよ。この辺もいるなら、この辺です。いや、そう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 。急所、急所あるよ。ええ。よしよしよし。はい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 。やっとしまった。おじさん二つ余ったね。ああ、人間にで行けばよかったマジで。言えるかな。小原さんね、語彙力ありますから。語彙力あります。これ悩むな。やめてよ、ハードル上げるのは。確かに小原さん結構語彙力ある。おいおい。ね、いやむずいな、どうしよう。いや普通にリアルに4つ5つは絶対行きますよね、コハロンさん。おいおい、まだ続けんのね。オッケーオッケーオッケー。どうしよう。4って4つってやめてください、揺さぶんのは。映画パンダを題材にした映画、弁護士を題材にした、救急車を題材にした、スタジアム大事にした映画ある。映画で4にしよう。いやスパイ、そうなんですよ、どれ選ぶかっていう。ちなみにさっきって何がドボンだったんですか？ハリウッドスタジアムパンダ。ああ。弁護士救急車。仕事で一瞬ちょっとね、ちょっとやらワードだった。確かに確かに。映画4。ハリウッドをしてみましょう。じゃあハリウッドはまず行きましょう。行きましょう。タイタイ映画強いからな。確かにタイタイ映画強い。お、行くよ。
もうお願いします。クイーンやばい。まずこれはいい。これむずいな。これ最近だからボヘミアラプソじゃないですか。クイーン。え、クイーン。クイーン映画じゃないですか。クイーンも結構厚めだよね。結構厚いと思いますよ。こ、うん、れはやらかしな。ちょうどさっきのワードが残ってて。この中だったら厚めはクイーンじゃない？クイーン違うかな。まあ4あるから。やっぱクイーンでしょ。クイーン行きましょう、ジャイさん。行きましょう。行きます。コアラさん、コアラさん、もう負けたよ。いやいや、やらかしたゲーム。いやー、やらかしたぞ。もう入ってないよ。攻めすぎ、攻めすぎ。アマゾンもクラッシュも。いや、どこがあるよ。どこがあるよ、これ。いや、クイーン忘れてた、そうだ。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。映画4。どの4よ。スタジアム。どれが4なんだ、スタジアム、まずスタジアム。パンダリ、はい、フィーリングすぎる。パンダ、パンダ映画、パンダ映画あるでしょ。パンダ映画、ね、であと弁護士、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 まあ弁護士は映画ある、映画あるある。そんなこと言っちゃう。多いに頼りすぎる。あと救急車、救急車全部あるよ。まあだどの映画にも出てくる。頼りすぎだから。どの映画にも出てくるの。下手すぎだ。クイーンミスター2発目でどこって誰失敗すぎる。やらかしたこれ。わかんない。すげえ攻めてたわ。これはもう何かしらゴーラ。ゴーラさんお願いします。大座絶対行って絶対無絶対俺たち行けるから5行きましょう。当てよ。来日コンサート当てるぞ。ここでもう一回映画来ないかな。映画やめ。十字軍とかね。映画大豆も開けて、食べ物の大豆も開けてくれるっていうのを。アゲインはダメだから。どうね。来日コンサートを。あ、じゃあもう東京。東京ドーム。東京と耳。耳。あと大豆も行こう。と、あと、遊び、コンサート遊びに行くでしょ。ってなると、あとバンド練習が2つ残ってるってことですよね。この3つ行った後にバンド練習2つ。はい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 。遊びで行くっていう。そっち客が遊び最後にミクランってなるとまず東京だよね。東京は間違いないですよね。東京行こう。コメント見ていいか。いい。ラストになる。ナイス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 。耳と大豆はいけるよね多分。耳大豆。大豆耳いけますよね。大豆いきます。うんうん。大豆から行きましょう。そうそうそう。ああはいはいはい。で耳も絶対バンド的にですよね。よし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 。あるある。あと洋楽のアーティスト。遊びあるかこれ。スタジオゴーストってゴーストノートっていう奏法があってベースで。絶対ゴーストノート。物知りだな。経験とかないですか。いやでもバンドやってました彼は。いやじゃあゴーストノートの可能性ある。私がやったの知っててゴーストノートで繋がってくれる可能性あるな。うっそ。スタジオノートって結構リアルだと思った。実際奏法であるんですけど薄いと思います。もしかしたらぐらいの。ね、外国のバンドでないノアとか。そうそうそう。ガソリザの女、ガソリザの女めっちゃいいよ。でも来日じゃないもんな。来日関係ないな。外国のバンドでなんかないですか。ゴーストとかノアとかありそうじゃないですか。グリちゃんゴースト行くか。ゴースト。いやでもちょっとあの怪しいですよ。そんなに一般的な奏法ではないです。ノアバンドっぽい。とかバンドっぽいですよね。サスビはそうだよ。トメショ気づいた。気づいたわ俺。俺もね、絶対そうだわ。だったら天才だわ。水星って英語でなんていうんですか。マーキュリー。マーキュリーかな。フレディ？いや天才。それ。フレディマーキュリー。ありえるな。ありえるありえる。気づかないと思ったな。え、Pさん。これですね多分。俺でごめんそれじゃなかった。あ違ったの？いやでもまだありえるなんか。フレディマーキュリー。フレディマーキュリーか。今 100% そうでしょ。やばい。もうこれ。でもそうなんだ。やっぱクイーンかけてきたってこと？クイーンのクイーンから。クイーンかけてきたここで。クイーンで失敗した。クイーンで失敗したから。ここで。クイーンで回収しよう。フレディマーキュリー。天才だ。綺麗な。俺これ天才だと思って。天才だろそれ。じゃあクイーン回収できるよ。水星。いやこれでどうも。これはすごいね。天才小原を信じよう。これでバットだったらもう小原さん二度とクイーン聞かないっすよ。違う。オッケー行こう。クイーン。これで当たったらすごいな。リベンジだぞ。いいのね。いいのね。行きましょう。水星だ。怖すぎ。違うの。違うの。やばか。綺麗綺麗すぎるでしょ今の。出会ってほしかった。綺麗すぎる。僕らの。
完全に見たされたな。ヒゲでよかったんじゃないこれ、ヒゲで。ヒゲだったね。ヒゲ違う。じゃあもう本当にやんないや。ゴーストだったのかも。ゴーストがありそうだな、なんか。これはしょうがないわ。いや、ゴーストドボンだよ。やっぱ。ノアと遊び。ノアと遊び。ノアってスタジオがあるんだな。いや、ちょっと俺そんな賢くないって。俺の能力を課題評価しすぎだって俺は。すげえ才だと思ったけどね。めっちゃよかったんだけどな。